まず冒頭会長からです。はい、私から今日はですね、1点、発言をさせていただきます。自民党がですね、福島議員の発言について、議事録からですね、削除もしくは、これは、修正ですか、失礼しました、削除ではなくて修正ですね、求めたという件についてです。国会でのですね、発言の修正というのは国会の権威を傷つけた場合であるとか、個人の名誉を毀損したような場合ですね、そういった場合に限定をするというのはこれまでの考え方だというふうに思っております。したがって、他党とのことではありますけれども他党のことではありますけれども、我々としてはこれは認めるべきではないという考え方です。私もですね、福島議員とは安全保障についての考え方は異なります。ただ異なるからといってですね、その意見を削除せよということになれば国会での議論そのものが成立しないですね。ですから、相当今回の自民党の対応というのは、大きな問題をはらんでいるのではないかと思います。まず第一点申し上げたいことは、異なる意見をしっかり戦わせるというのが、国会の大きな仕事であり、民主主義の本質とも言える部分ですね。でこの部分を今の安倍政権自民党は全く理解してないのではないかと、極めて深刻だと思います。でもう一つはですね、自民党という政党は、かつてはですね、懐の深い、政党だったというふうに思いますが、今や非常に強情的な政党になったというふうに思います。でこのことが先日 NHK とテレビ朝日を呼んだということにも相通ずるというふうに思いますが、国政はもちろんですが、日本の社会全体にですね、非常に大きな影響を及ぼす可能性がありますので、こういったところは我々民主党が本当にしっかりと戦っていかなければならないというふうに感じております。以上です。それではここから質問に入ります。質問のある方は挙手にてお願いいたします。マイクを回しますので社名とお名前をおっしゃってから質問に入ってください。それではどうぞ。はい、今の冒頭の発言の関連なんですけれども、そうしますと、福島議員さんの この発言、撤回するべきじゃないということだと思うんですが、この逆に言うと民主党としては、今、考え方が違うということでしたけれども、戦争法案というのも使われてますが、具体的に。民主党としてはこれ、もう今日も投票にまた進んでますが、どういうふうに、どういったものだというふうに見てらっしゃるんでしょうか。今、民主党も議論進んでいるところです。民主党としてはですね、安全保障法制については、できるだけ明確な対案を出して、国会での論戦に臨んでいきたいというふうに思っています。ですから、例えば航空法で、海外にいつでも自衛隊を出せるようにするということについては我々は是といたしませんし、周辺事態法の周辺事態という概念自体をなくすということについても我々は認めがたいと、PKO 法の考え方、さらには周辺事態において我々がどのように考えるのかということについて方針を出してしっかり臨みたいというふうに思いますね。ですから我々は中身でしっかり勝負するということです。次の方。小西議員の発言は私、大体は把握をしていますが、全て全部見ているわけではありませんので、すでに委員会でのさまざまな理事官の議論に入っているというふうに思いますので、そこでの議論ということだと思います。比較的小西議員の発言の場合には、その場の雰囲気も含めて、長々と喋りましたので、
その部分も含めての、まあ、いろんな話だと思いますのでね、まあ、ちょっと性質としてこちらの問題とは違うかなという気もいたしますが、はい、はい、質問ございますか。はい、ちょっとまたこの安倍総理の問題のテーマですけれども、はい、昨日これ民放のテレビでですね、その村山談話をどう引き継ぐかということについて、問われたときにですね、70年の談話にあたってはその、まあ、文言を引き継ぐのかという質問に対しては、まあ、その歴史的な歴史認識において基本的な考え方を引き継いでいくと言っているけども、これをもう一度書く必要はないだろうと、うん、つまりその同じようなものを使わないという認識を示しているんですけれども、こうしたその見解についてどう考えていらっしゃるのか、うん、でまた民主党としてその戦後70周年に向けてですね、こう、まあ、こうした考え方に対して、細野さんご自身あれば民主党としてどういう考え方になっているのか、はい、そこも含めて考えていきます。はい、まあ、60年70年両方に入っているところでいうと、反省とお詫びの部分ですね、まあ、この部分安倍総理は、ご自身の口からおっしゃりたくないんだろうなというふうに思います。まあ、これまでも全体として引き継ぐというご発言をされてますが、それについて直接的に表現することを非常に避けられてきたという経緯がありますのでね、その思いが出たご発言だろうというふうに思います。で、私は70年談話をですね、未来志向のものにするためにも、これまでの考え方をもう一度きちっと書き込んだ方がいいと思いますね。ですから我々は、痛切な反省と心からのお詫びということについては、70年についても同様に考えているということを言葉として残した方がいいと思います。で、分量としてそこだけで全部終わるような談話ではありませんのでね、それを言った上で、かつ未来志向の言葉を入れることによってですね、本当の意味でそれが世界から受け止められるということになるんじゃないかと思います。他の方ございますか。毎日新聞佐藤と申します。ソウルが本日靖国神社の春の例大祭に合わせてまさかきをものされたということなんですけれども、政調会長ご自身は以前衆議院予算委員会でも閣僚陣が参拝しない、あるいはその年に一度静かな時期に参られているというようなお話もされていましたが、今回の総理の対応は行動についてのご見解があるか。私が予算委員会でやり取りをしたのは、戦争犠牲者の中にですね、戦争指導者が入るかどうかという、そういう議論ですね。で、総理は、まあ、入らないというふうにはおっしゃらなかったですね。ですから、まあ、その認識がある中で、靖国に参拝をされると、さらには、まあ、今回の行動については参拝をしないという判断をした上でのご判断でしょうから、特にそのことそのものについてね、個別に批判をするという考えは私の中にはありませんが、まあ、いろんなご指摘をされるということにもなるんだろうというふうに思いますね。質問ございますか。よろしいでしょうか。すみません、もう一回冒頭の番組の関係なんですが、はい、こうしたその自民党からの募集で、まあ、その選挙で来れるかどうかということが今後、まあ、焦点になってくると思うんですけども、はい、これ、まあ、民主党としては、まあ、いろいろあると思うんですが、その具体的にこういうことについて改めてその今 の, その安保法制を取り巻くその国会での議論というものが、まあ、これだけ神経を尖らせているということだと思うんですけど、はいはいはい、こうしたその中でやっているこの与党の議論というものをどう見てらっしゃるのか、ここまでしてその、まあ、各党の方の質問の中でこう神経を尖らせているという、これについてもう少しの受け止めがあればと思います。うん、まあ、ゴールデンウィーク中には総理アメリカに行かれて、まあ、ガイドラインについてもですね、米側と話すということですよね。で、その前提は、安保法制がもう成立をしているということが前提、のように、見えますよね。
やはりまずきちっと説明すべきは国民であって、で国民の間にはいろんな考えがあるわけですね。当然異論もあるわけです。そういったものも含めて、国民に説明をし議論を戦わせる場所が国会ですから、そこの共認識が欠けていると思います。